コーチェラ出演も、ナンバーアンダーライン愛の海外戦略に疑問の声、事務所と米、IMP との差は、ファンが待ち望む未来とは、ナンバーアンダーライン愛が新たにリリースした楽曲、INZM、稲妻が注目を集める一方で、アジア進出に遅れを取っているとされる。平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人からなるこのグループは、 新曲のデジタルリリースとともにその実力を証明しようとしているが、台湾でのライブが消滅したという報道や、他のグループがアジアツアーを発表する中での動向が話題になっている。ファンの中には、なぜキング・プリンスを辞めてまで海外進出を目指したのか、という声も聞かれる。実際、彼らがかつて所属していたキング・プリンスを離れる際、その理由の一つとして、海外志向があったことを明かしていた。しかしか 現在のところ、ナンバーアンダーライン愛の海外活動は主にアメリカでのコーチェラフェスティバル出演程度に止まっており、期待されていたようなアジアツアーなどの具体的な海外公演はまだ実現していない。それに対して、同じ事務所、都米に所属する IMP、IMP は中国やタイでの音楽イベントに出演するなど、積極的なアジア進出を見せている。これに加えて、 旧ジャニーズ事務所の新しい顔として台頭している、なにわ男子も、今年11月から来年1月にかけてアジアツアーを行うと発表した。台北、ソウル、香港の3都市を巡るこのツアーは、道枝俊介が主演を務めた映画、今夜、世界からこの恋が消えてもが韓国でヒットしたことも相まって、現地での人気をさらに高めるチャンスと見られている。これにより、 ナンバーアンダーラインアイがアジア進出に遅れをとっているとの見方が強まっている。しかし、ここで重要なのは、進出という言葉の定義と、その意味するところだ。海外進出といっても、必ずしも現地でのライブを行うことが唯一の形ではない。例えば、ナンバーアンダーラインアイのミュージックビデオは全編海外で撮影されており、これは彼らの音楽を視覚的に国際的な舞台に乗せる試みともいえる。 また、新曲のデジタルリリースにより、グローバルな音楽ストリーミングサービスを通じて世界中のファンにリーチしている。このような形での、進出もまた、現代の音楽業界においては非常に有効な手段である。実際、ナンバーアンダーラインはデビューから半年足らずで、コーチェラフェスティバルに出演し、その存在感をアメリカの観客に示したという実績がある。これは、 従来のアイドルグループが成し得なかった大きな一歩といえるだろう。ただし、こうした背景を理解しながらも、ファンや業界関係者が、ナンバーアンダーライン愛の動向に対して不満を抱く理由の一つは、期待値とのギャップにあるのかもしれない。特に、彼らが掲げた、海外志向が具体的にどのような形で実現されるのかがまだ明確ではないことが、ファンの一部にとって不安要素となっているようだ。また 彼らの旧所属グループ、キングプリンスのファンの中には、依然として3人がなぜグループを離れる必要があったのかと疑問に思っている人も多い。これに対して、芸能プロ関係者は、現在のナンバーアンダーラインアイの活動は、あくまで日本国内での基盤を固めるためのものであり、すぐに海外公演を行うことは難しいと説明している。実際、彼らは10月から12月にかけて全国ツアーを行う予定で、 スケジュール的に海外でのライブは当面不可能とされている。さらに、音楽業界全体のトレンドとしても、海外進出の形は多様化している。例えば、配信だけでも立派な海外進出の形であり、特に欧米市場をターゲットにした戦略を持つグループにとっては効果的である。ナンバーアンダーラインアイもまた、そのような方向性を持っている可能性があり、単にアジアツアーを行うことだけが、 進出ではないと考えられる彼らの目指す海外進出は単にライブを行うだけではなくデジタルコンテンツやメディアを通じてより広範なグローバルオーディエンスにアプローチすることなのかもしれない。この点で言えば、何は男子のアジアツアーとはまた異なる独自のグローバル戦略を構築しているといえる。一方で、ファンの声の中には比較に対する疑問も見受けられる。同じ 海外進出を目指すグループ同士であっても、そのアプローチや戦略は異なるべきであり、それを一概に比較するのは無理があるという意見だ。ナンンバーアンダーアダインアイと、何は男子はそれぞれ異なる個性を持つグループであり、彼らの目指す方向性やファン層も異なる。したがって、それぞれの活動を尊重し、応援することが重要だという声も強い。特に、ナンンバーアンダーアダインアイのファンからは、 3人がキンンングプリリスス時代のファンに対しててペクトを込めているという見方もあり、彼らが変わりながらも大切なものを守り続けていると感じている人も多い。結論として、ナンバーアンダーラインイは現在の活動を通じて自分たちのスタイルを確立し、次なるステップに進もうとしている。彼らが、稲妻のような衝撃を世界に与えるためには、単なる海外進出以上の戦略と準備が必要である。 アジアでのライブが消滅したという報道がある中で、彼らの真の挑戦はこれからが本番と言えるだろう。そして、それは彼らのファンだけでなく、音楽業界全体にとっても大きな注目を集めることになるだろう。彼らの活動がどのように展開していくか、そしてそれがどのように世界に響いていくのか、今後の動向から目が離せない。その一方で、ナンバーアンダーライン愛が目指すべき方向性は、 単ななるアジアジでのライブ活動にとどまらない現代の音楽業界においてアーティストの成功を図る基準は多様化しているデジタルリリースやソーシャルメディアの活用を通じてグローバルな視点で活動を展開することが求められているファンとのインタラクションを重視しリアルタイムでの交流を通じて支持基盤を広げることが可能になった今彼らのような新世代のアーティストには新しい 寝室のの形が見えていいるのかもしれないまた、ナンバーアンダーライン愛が抱える課題は、単にライブやイベントの開催だけではなく、長期的なブランド構築にも関連している。旧ジャニーズ事務所を離れたことで、彼らは既存のファン層だけでなく、新しいファン層も取り込む必要がある。これには、彼らの音楽やパフォーマンスだけでなく、彼ら自身がどのような存在であるかを再定義し、 新たな物語を構築するることが求められるそのため彼らが選択するコンテンツやプロモーション活動が今後のキャリアに大きな影響を与えることになる。例えば世界中で人気を博している k p o p グループを見ても成功のためには単なる音楽のリリースにとどまらずパフォーマンスビジュアルファッションさらにはメディア戦略までを包括したアプローチが重要であることがわかる。 彼らの活動がどのように展開されるかは、音楽そのもののクオリティに加えて、彼らの物語やイメージがどのように作られていくかにもかかっている。これにより、ナンバーアンダーラインアイもまた、グローバル市場での戦略を見直し、さらなる成長を遂げる可能性がある。特に、ソーシャルメディアや YouTube といったプラットフォームを活用することで、彼らは新たなファン層を獲得し、その影響力を拡大することができる。 さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれの個性と役割分担が重要な鍵となる。平野翔は俳優としても注目を集めており、その演技力を生かした新たな挑戦が期待されている。岸優太の持つ親しみやすさとパフォーマンススキル、神宮寺優太の音楽プロデューサーとしての才能も、彼らの活動を支える強力な要素である。こうした多彩な才能を組み合わせることで、彼らは単なるアイドルグループにとどまらない。 多面的なアーティストとしての地位を確立する可能性を持っている。もちろん、こうした成長と挑戦の過程には多くのリスクも伴う。特に、新たな市場に進出する際には、文化的な理解や市場特性の把握が不可欠である。K-POP の成功例から学ぶことができるように、言語や文化の壁を越えるための努力は大きな成果を生むことがある。一方で、その努力が十分でない場合、 逆逆に逆風となるる可能性もあるしたがってナンバーアンダーライン愛にとって重要なのは目指す市場とその特性を深く理解しそれに応じたアプローチを取ることである。